グールド・マクアリー校懲罰収容所、ウィリアム・ビューロー・グールドは、イギリス生まれの画家である。犯罪を犯し1827年に7年間の流刑判決を受けて、オーストラリアのタスマニアに送られ、収監中や釈放後に、博物学者のために、巨類の博物画などを描いた。最初の刑期終了後も、貧困や飲酒の習慣から抜けられず、刑務所暮らしを繰り返し、 タスマニアで亡くなった。グールドの生涯をモデルに2001年にオーストラリアの小説家、リチャード・フラナガンはグールド魚類画像を執筆しこの小説は A 連邦作家賞を受賞した。リバプールでウィリアム・ホランドの名前で生まれ20代の初めにウィリアム・ビューロングールドに改名した。 イギリスでの経歴についてはあまり知られていないが、当時器会社スポードや美術出版の会社で働き、美術的な訓練を受けたとされている。1826年までには結婚して、二人の子供もいた。1626年11月に強盗の容疑で起訴され、7年間の国外流刑の判決を受けた。囚人輸送船、アジアで運ばれ、 現在のタスマニアのホワート2827年12月に到着した。レンガ工場で働かされるがタスマニアでの行動も悪く、窃盗や飲酒を繰り返し1829年には、眼殺を使ったとして3年間、留置所に収容されるが、留置所で反乱が起こった時、それを当局に連絡したことで、模範集として待遇が改善され、 下界で、博物学者のジェームズ・スコットの家で働くことになり、絵を描く才能を活かして、水彩で、野生植物の標本の図版を描く仕事をすることになった。1832年に再びトラブルを起こし、再びマクアリー港懲罰収容所に収監されると、収容所のある島で、別のアマチュア博物学者のデリトルのために、島の周囲で採集された、植物標本、鳥類、 魚類、海洋生物の水彩画を描いた。風景画も描き、流景地の施設などの資料として、貴重なものとなっている。1835年6月に、景気終了書を得て自由な境遇になった。しばらくローンセストンの馬車工場で働いた後、ホバートに移り、1836年に結婚した。生物画を描いて生活したが、飲酒と貧困。 他人とのトラブルの連鎖の中に陥り、貧困の中で、ホバートで死去した。ありがとうございます。